では、本日の、12月24日平日、BWB、今日の1戦目、達也の響きと、うさぎの椿、やっていただきたいと思います。では準備ができたらスタートおっしゃってください。いいよ。さあ何のかんの、うさぎさんは前回、浅井バレットとやって4号でギリ勝利、している形になります。達也は BWB 初参加になりますかね。響きにキャラ替えして、いや響き楽しいんすわ楽しいんすわってなんかブルラジでいうフリー素材の人みたいな言い方になっちゃったけど、あ大丈夫、 やっちゃっていいからね。さあみんなブレイブルーで汗をかいた後にカロリーを摂取したことにより、いやーデブになるなー。いやーほら某ラグナ使いも言ってたでしょ、体重が増えるとブラッドサイズ強くなるんだよ。だもしかしたらハケメの椿超強くなるかもしれないじゃん。いやー 0.1 トンの壁は熱いんだよなということで、本日の BWA、達也の響きとうさぎ椿。さあなんか達也の響きってちょっと言いにくいんですけれど、もしかしたら水鳥響きって言った方がちょっと楽らしいんですけどね、語呂的にね。さあ見ていきたいと思います。響き VS 椿。さあ隣には、僕が困った時に答えてくれる的くんが来てくれたんでちょっと助かりましたね。ケーキ食いに来た。ケーキ食いながらでいいから大丈夫だよ。さあみんなケーキ食ってんな畜生、俺も食いたい。さあ初手を取ったのは、ウサギ側ですね。バーストハイでとりあえず画面中央まで戻ってくる。ワンコン決めて体力並べ、起き攻め上からかぶせて中段振り下ろしていく。8025フレらしいですけど見えないものは見えない。画面端セットプレー、残り体力3割といったところから置き攻めは逃げていく。さあもつれ込んで立ち見カウンタースタート、中央までラインを戻して体力はおそらく五分から椿有利に転がる感じ。3割切っている。さあ2B から中段 OD 入れ込み、さあここは1本取りに行きたいところ、しっかり OD から決めていく。先に1本取ったな椿。うわ落ちた、マジか、たまたまだったけど強え。めくりが当たって、さあここは画面端に向かって運んでいく。強気というか一発目、ここはノーゲージでも打っていく。勝利を切り返して、だから勝利はやめろって言ったそばから言っちまったよ。槍ですね。さあそのまま流れに身を任せて体力5分まで持っていく。2置き 2A はガードは間に合っているが強引に押し返す。中央維持して落ちてくる。残念そちらは本体だ。しっかりとコンボいって置き攻めが続く。空投げ、さあドイツむずいんだよね確かね響きね。正解はどうなんだろう、すぐに降りちゃうのが一番正解だったのかな。地上立ち火で拾うのが正解。さあちょっと判断ミスったんですかね、厳しかったところは。残り1割残った椿がアクティブフローのまま突っ込んでくる。うわぁつれぇ、おい今話題の土が負けたぞ 6B に。あ 6B だよね、合ってるよね 6B だよね。じゃあなんだあっちの土の方が強かったな。さあ11、さあ飛弾線裏、飛弾小、飛弾線はね陣だね飛弾小ですね。さて3割奪われて画面端キープ。うわぁ立ち見カウンター、ここはペースは作らせたくない。かぶせていったんですがその上通らせて中央まで盛り返しちゃう。立ち見から 6B 追加、ここが当たる。さあ今回本当にこれが強いですね。 6B がかなり B から伸びるようになってきちゃったんで。さあ体力5分の状況は押し込んで集まき、さあここは土が当たる。生ヒット置き攻め、なんだっけ昇竜が出てこない、昇竜だけど昇竜が出てこない。さあしかしここは落ちてくる、ごまかしていく。残り体力2割切ったところ、さあ置き攻めはめくり、さあそういうことやってくれ。あーっと爪が甘い、残念そちら本体だ。無敵技パラシていくがガードはしっかりしてる。とりあえずバナナ投げて
わーってここで使うが、さあどっちに転がるこれは。残念、そちらは本体ではありませんでした。裏書いていけ、先に血を取ったな達也。おぼろ狼じゃねえや、なんだっけ、おぼろ狼長飛だ。大鳥、そんなことより俺は昇龍の名前が知りたいんですよ。なんだっけな、あれ総力戦だ。はい、ありがとうございます。さすが使ってる人でも名前がわからないんですよ。さ、ここに3人の響き使いがいて、みんな昇龍の名前が出てこない。総力戦、よし、総力戦、砲翼戦、危ない。いやー、砲翼戦って言えば大丈夫じゃない。さあ何せよ先に一勝もぎ取ったのは響き側。さあしかし序盤にネタを見せていくと後が怖いところではありますが、開幕空中戦、競り勝ったのは椿のジャンピーから画面端押し込んで駒投げ、状況を作りつつインストールゲージ溜めていく、上からかぶせて攻め系の土が入れっぱにかかる。ここはバスト、さあ体力グリーンのままそのまま押し込んで、さらに画面始まる戻ってきちゃう。前転通して追っかけてくる椿、空投げ、ここでアクティブフローになる。ダメージアップはかなり欲しいが、寝っぱなしかそのまま起きかちょっとわからないが、2B 刺さってそのまま押し切り、1本取ったの椿。さあバーストは椿がローテル、膝の下裏はしっかりガードして、直側はバリ直になったっぽいから、距離離れちゃう、立ち見引っかかって土ガード。さあ土意識割いていくとは 2B が見えない、しっかりと下段からのダメージ取りつつ、駒投げ、駒投げ、弾重ねて中段立ってはいるが、まだ攻め終わらない、土が当たる、しかも D 土、画面端ジャンシー追加を見せておきながら下段だけ。さあここは泣く泣くバーストはかたられない、弾が腐ってジャンシースタート。さあビビって逃げちゃうと、移行に移行ではないな、口切れだから逃げられなかったんだな、引っかかってここは11、片や変則的な表裏、片や駒投げを盾にした中下段。あーいいっすね、格闘ゲームしてるように見えるんですよねこれ。総翼戦総翼戦、悲惨症。あーなんかね、あのね、なんだろうな、似たような名前使うのやめてほしいんだよねマジね。なんでさ、そのひよくっていう技があるのにさ、またひよくをかぶせてっちゃうのはね、悲惨症もあるね。そうだね、さあ派生系の名前がちょっと怪しいな。さあ現在試合カウントは1対1、開幕土は使ってもお互い何もなし、遠距離戦はカサネからプレッシャーに負けて2発目引っかかって、ファーストタッチは椿。さあ総力戦ガードからタッチしっかり半角取っていったんですが、ここはバースト逃げていく、下段刺さって、さあ本当にこの土っていう技がいい味出してますよねマジで。これが増えたことにより椿の固めがいい味出し始める。さあここは投げ抜けていく、紫が早かった、弾から6B は足無敵プラス、投げ無敵ですね。さあここはしっかり暴れていく、最大取っていく、ラピキャンから上からかぶせる、ここはやり当たるが発生はできない、ちょっと待って、立ち絵はお互い打ち合って 2A バーサス立ち絵で軍配は立ち絵、1本取ったの椿。あの 6B かなりいい味出してますよね。なんか3フレから足無敵で、3フレ前後なんか5
ゴフレ、あーでもいい味出してますね。プラス投げる時がつくんですね。しかも当たっても攻め系、当たってか重ねても攻め系なんで、かなりいい性能してますね。さあうまいこと空中戦で位置を入れ替えて押し込んでるな椿川。土土、ここは総力戦割り込んでいく。めくりジャンシーでさらに画面端の押し付け合い、下段が刺さって、ここは美味しくいただけない。さあ目まぐるしく画面端からの脱出劇が逃げ続きますが、うわー目の前で止まる緊急停止、まさに車の、A、なんだっけ ABS、 あれ ABS。 さあしっかりとコンボを刻んで残り1割切っているが、中段が刺さる、ここはそのまま押し切り、試合感度は1対1。まあ椿のな、あの線も目の前で止まると手出しづらいんだよな。上からかぶせる、さあどっちか分かんないやつ、ただ多分かくってはいる。もう一発斬新かぶせていく、被弾症から攻め系、中段が見えない、槍警戒からの押し、うわマジか、こんなとこまで当たるハンターのすごいねこれ。さあ何もさせずに封殺の構えを見せていくが、中段見えない、ここがバースト使わざるを得ない、つー斬新つーってことで試合カウントは2対1。そう、あー 追撃 6B 追加、あー逃がさないようにはなってるんだね。すごいなあれ、あー絶対当たるんだ。なんか今回の新キャラ群はなんかカス当て防止じゃないんですけど、ヒット効果がちょっと特殊ですよね。例えばナオトの、立ち A とか A 追加とかって、なんか下方向横方向なんか浮いていかないんですよね。確かその場の高さ維持するようにわざとなってんだよね。ナオトのそのダッシュ完成ホニャララをわざと当てるために技当てても浮いていかないんですよ。あれよくできてる調整、そのおかげで AA とか空中で引っかかってもちゃんとなんかその後の B とか C とかが復帰がされない、ちゃんとしっかり空中で当たってそのまま3段までいけますよってよく調整されてる。だから響も多分同じ理由で調整はされてますね。さあ試合感度は2対1、現在リードを取ってるのは響側、ジャンシー当たって立ち A、 2C は届かない、降りて立ち B から駒投げ、どうもこの技を鎖とは言えないんだよな。もう一発、さあインストールゲージマックスの状態から椿が攻める、 C スタート、これは交通事故、バースト使ってとりあえず画面中央までライン上げる、さあ線が突っ込んでくる、こっちが本物の交通事故、昔なら5000出たんですが今は若干マイルドに、マイルドとは4000。さあアクティブフローの状態から立ち A スタート、ここはインストールゲージ使えば多分死ぬでしょう。ここはホムラまで殺していく、さあシーソーゲームのようにラウンド取り合いが続きます。空対空ジャンビー、椿のジャンビー本当今回強いですよ、しっかり落としていく。 2B2 発とも停止性が見えるが、バックステも刈り取っていく、しっかり空中ぐらい確認して、ああ巻き込まれてたさあ昇竜読みだったんですけどね。さあ空対空ジャンビーしっかり見逃さない、さあもともと空対空の反応はうさぎかなり早いんで、ジャンビーが強化になったのはウサギにとってかなりのプラスですね。さあ総力戦ラピキャンから攻め系したかったが、ここは落ちてくる、西対空のスカジ見逃さない、詐欺重ねからの投げは紫、暴れ通しに駒投げ刺さってドット残って弾重ねて、そっからどうなる、もう一発土が見えない、さあここで椿押し切り2対2。さあお互い試合の流れとしてはお互いのいい部分を押し付けてるんですが、おそらくさっきの試合の流れは被弾症の裏が槍に巻き込まれていったのが多分精神的ダメージがでかいんですけど、ワンチャンなんかね当たり方おかしかったからノーゲージで立ち入れ拾えたような気がするんだよな。
さて試合もそろそろ中盤戦、試合カウントは2対2。西からカムシでいく。お互いガードを固めて、ここは見逃しないですね。しっかりと駒投げ割っていく。これがあるからな、土から逃げにくいんだよな。あージャンシー詐欺にならず、やりかくる。ダッシュしちゃうとダメなのかな。多分ここは立ち上からちょい待って、走って投げが通ってダメージ加速、画面端ジャンシーかぶせて下段からチューチューの打球、慌ててバスト。さあお互い引っ掛ける技が豊富なので、どこでターンが切り替えるか分からないんですけど、歩いてって中段、ここでターンは一旦響きに回るが、外からの中段は立っている。残念、そちらが本体だ。ここで体力逆転、どうなる。起きてめ、ここはあー裏から飛んでくる。まだ死なないが、6死追加3段。ジャンプ逃げからジャンピーが強い、逃げ切れず先に1本取ったら椿。開幕土、何を生んだか分かんないか。前ジャンが引っ掛けられてカウンタースタート。土から弾当たって逃げ切れず、さあ画面端のプレッシャーが結構ひどい。ここは強気に立ち絵で押し返してバックして B で潰す、槍使って強引に押し返す。ここは駒投げに合わせといてバックステで逃げたんですが、ここは引っかからず。しかし椿のペースが落ちない、弾の重ねがちょっと甘い。しかし下段からこの位置は出し身間に合わず、西井体育位置悪くめり込む。残り体力お互い1割半といったところから、真下待ち構えてデータが通る。ここで先に折り返し点に入ったのは椿。だ結構いろんな人がその椿の一個一個の技ですね、まあ、例えば槍とか、まあ、椿の槍が、インソール使った状態の槍が強いのは前からだったんですけど、まあ、今回いろんなものも相まってその槍の対処法だとか、まあ、言ってしまえば土ですよね、鎖に追わせといて、土があるから逃げたいけどジャンプすると土が引っかかっちゃって、でその土がガードさせちゃうと椿のターンになる。まあそのなんだろうね、一時期は風がなくなって、あ一時期というか始まる前か、風がなくなってかなり厳しくなるのかなと思ったら、この土がかなりいい味出してるのが今回の椿の強みにもなってるんですかね。立ち身の先端からコンボいけるのもそうなんですけど、さあ開幕立ち踏み込んでからジャンシーかぶせていったのは響きだったんですが、ここは槍押し込んでいく。コンボアミスルが一旦切り返し、弾重ねて当たる、追っていく響きに対していなしていく椿の形で、もぶっ込んでいくことはこの時ぶっ込んでくる。やっぱり土が見えないと苦しい。画面端付近立ち見から立ち見、ここは6秒暴れ、下段ではないので、せっかく失礼、足ではないので立ち位が刺さったんですが、ここは空中くらい抜けても取れるでしょう。さあなんといってる間にかなり展開が激しくなってくる。ジャンシーから逃げ暴れられず、土から落ちてくるがまだ死なない。とりあえずバナナ重ねて、さあジャストタイミングで鎖が刺さる。1本取ったら椿、どうだろうね、土を空直さえできればおそらく5分の範疇にはなるんだと思うけど、結局逃げようとして土を空中ガードしちゃうと結局着地まで何も動けなくて、結局気まずい状態で手は出しにくいみたいな感じになりそうだけど、刺されてく。ここは美味しくいただいていくの椿、立ちスタートいいダメージ出します。画面端ここは全然通すが、石押し込んでいくからの中段、さあ当たったら連続ヒットになってガードされてたらとりあえず攻め系維持できるいい技ですね。立ち見からここはジャンプ逃げ追っかけて響き、
ちょっと待ってからの中段は逆に匂わせすぎたか。しっかりとコンボ伸ばしていくがまだ死なない。さあどうする。オディ総力戦ラピッテ、ここ逃げる。でっかいバナナが飛んできて中段クルジット、バースト警戒からのオディジャンビ引っ掛けてホムラから、さてリーチをかけたのはツバキ。全国広しとはいえど12月24日にケーキを食いながらゲームをしてるゲーセンはうちだけだろうな多分な。さあ試合カウントは2対4現在リーチは椿側。さあなんとかここで流れを取って残り3本取りたい響き側なんですけれど、言ってしまえばお互い近距離で通常技の性能が似てるような感じになるんで、お互いどっちかでどっちからかアクションをかけていくんですけれどね。片や響きは 4A、それに対して椿は土プラス 6A プラス鎖と、言ってしまえば椿の方が崩しの手段は豊富なんですけど、そこはめくりだなんだかんだで響きがもうごまかせるんですが、流れは依然椿側。玉から立ち見飛べず上から落ちてくる。西入れ込み、ここは強気に出る。カウンタースタートでダメージ加速、落ちてきて中段速がされから、2回目のセットプレーへ行く。さあちょっと高出しすぎたが、ここの立ち合い押し付け合い負ける。補正が切られて立ち合いとりあえず抑え込んで投げはつかめないんですよ今回この距離。とりあえず位置入れ替えてめくりはガードして中段見てからオーディ立ち合いが隠ってはなかったんですが派生前に刺さる。 D ホームからさすがに死ぬかこれ、あ間違えた、 C ホームが先なんだよねこれね。オーディ C ホームだから、D ホームだ。そのままこの次リーチをかけたのはウサギ。さあなんとかしてペースをつかみたい。ここは球が置いてある、立ち見引っ掛けて男子めくり見えてる。さすが KO 兵勢、この手のやつは強いのかな。西から固め継続、ここはやり西あぶねえ、立ちの100枚当たったがちょっとヒヤッとする。球出して 6BB からお互い様子見、下段を刺したな響き。やっぱりやり警戒するよなこの体力でしょうがねえよな。下段刺さってここはちょっと怪しいか、 3cc 追加残り体力1割半といったところ、体力差かなり厳しい。とりあえずバナナ出して投げは抜ける、ジャンシー見てる、ここはバスト苦しい、これはどうする、やりで突っ込んできてラップキャンしてますかね、これはしょうがないね。2A の押し付け合いに負けて、さあ試合カウントは2対5、勝ったのはウサギですね、おめでとうございます。